リーグオブレジェンドチャンピオンスポットライト。今回お送りするのはルーンの魔導士ライズ。古代のルーンを探して世界中を旅するライズは、千年もの間その力を魔法の巻物に取り込み続けてきた。しかしその力が人々に及ばないように、彼らの元を永遠に離れなければならなかった。そっけなく気難しい印象を与えるライズだが、千年も旅をすれば誰でもそうなるに違いない。ルーンの恐怖を世界が忘れようとも。ほう、文明か。かつては私もその一部であったな。ライズは一人戦い続けている。ではパッシブ固有スキルから紹介しよう。ライズのスキルは増加したマナに応じてダメージが増加する。また最大マナが魔力の一定割合分増加する。マナと魔力を意識すればライズはさらに強くなる。状況に応じたスキルコンボの選択でライズは本領を発揮する。最初は E を紹介しよう。対象に魔法ダメージを与え、さらにマークを付与する。マークが付与された対象にはどのスキルを発動しても追加効果が付与される。まずは対象の周囲にマークをばらまく方法を2つ紹介しよう。 E を発動して対象にマークを付与。同じ対象にもう一度 E を発動することで周囲にマークをばらまく。またはマークが付与されている対象を倒すことでも周囲にその効果をばらまく。どのスキルでとどめを刺しても OK だぞ。その程度か。ミニオンにまとめてダメージを与えられる E はレーンでのファームに持ってこい。ミニオンをうまく利用すれば敵にマークを付与することもできるぞ。貴様ごときが私を追うか。 E の紹介が済んだところでちょいと戻って、お次は W。 学ばん奴らだ。対象にスネア効果と魔法ダメージを与える。マークが付与された対象に W を発動すればスネアの効果時間が増加する。 W の射程はとても短い。味方のギャンクに合わせるならフラッシュも必要経費だ。一気に距離を詰めて敵を縛り付け、味方と共にキルをゲット。お次は W より若干複雑な Q の紹介だ。指定方向へルーンのエネルギーを発射し敵にダメージを与える。他のスキルを発動すると Q のクールダウンはリセットされ、ルーンが一つチャージされる。チャージが2つの時に Q を発動するとシールドが付与され、移動速度が増加する。チャージが1つの時に Q を発動するとルーンは消費されるが何も付与されない。マークが付与された敵ユニットに Q を発動した場合はダメージが増加し、同じくマークが付与された周囲の敵ユニットへダメージが拡散する。頭がオーバーロード寸前の皆さんに簡単に説明しよう。最大限にダメージを出すなら他のスキルと交互に Q を、シールドと移動速度をご希望なら Q 以外のスキルを2回発動してから Q を。ここでのライズは Q と E のコンボで J4 にバースト。ノーチラスに倒されそうになるもルーンを2つにして Q を発動、命拾いのシールドをゲットだ。最後は R。 このアルティメットこそライズがチームプレーを得意とする理由だ。発動すると指定した地点へワープするためのポータルを生成する。数秒後ポータル内の味方と共に指定した地点へワープ。ワープできるのは味方ミニオンと味方チャンピオン、そして戦闘中でも OK。 ポータル生成中に行動妨害を受けると R は中断されるが、できてしまえば移動もスキル発動も自在だ。ワープするまでの時間を使って敵も味方も自由にポジショニングができる。ここでのゼラスはワープに気づいて逃げようとするがあえなく倒されてしまう。単体の敵を倒すのに適しているライズのコンボだが、ウェーブクリアだってかなりイケてる。例えばウェーブの中のミニオン一体に E でとどめを刺せば自動的にその効果を周囲にばらまく。マークが付与されているミニオンに再び E、 そして Q でウェーブクリア。
しばし待て、大魔導士は忙しいのだ。逃げ場なし。そんな時のためのコンボを紹介しよう。まずは E、 続いて W でスネアの効果時間を増加させる。最後は Q、 貯めたルーンと引き換えにシールドと足の速さをゲットしたらとっととつらかる。そして Q、W、Q、E、Q のコンボでフリークの口癖 Tons of Damage。 まずは Q、 続けて W で Q のクールダウンをリセット、そして E で3回目の Q のダメージを増加、とどめを刺す。 It's so easy。 このコンボぜひマスターしてほしい。通常のスキルについて十分にお分かりいただけたところで R の説明をもう少し。やられる前に逃げるがベストプレーの時もある。インファーナルドレイクをゲットしたがライズのチームは不利な状況、そこで R でワープ。ソマみたいなプレーはしちゃダメだぞ。ポータルの中にフラッシュしていれば生きていたのに。 R がチームの役に立つためには味方の状況把握が不可欠だ。ここではルシアンをワープで助けようとするもリーシンを助けようとしたマルファイトをワープさせてしまう。取り残されたリーシン、最後まで残念なチームだ。チーム一丸となって R で先頭に勝利しよう。ライズはワープでイレリアを敵の背後に配置しヴェインに奇襲を仕掛ける。アニーとヴェインから行動妨害を受けるライズだが、代わりにチームがダブルキルに成功。これぞチームワークだ。R の射程は限られているものの5人でワープすることで容赦ない奇襲を仕掛けるのに使えるぞ。チームをベストポジションに送り懸念の R に合わせブレイブスをスネア、キルをゲット。ジンとゼラスは前線に任せてあとは孤立したレネクトンを倒す。 Now go for the Nexus。 チャンピオンスポットライトライズ編をご覧いただきありがとうございます。創造主に感謝を。まだ世界は終わっておらぬ。次回もお楽しみに。